はーいー、ツインビーとかやろうぜ。<laughs> 小部屋。だから,小部,だから小部屋です。ゲーム会や。小部屋です。はい,は,いはい。皆さん、生配信ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。なんか前回も、なんとなく小部屋をやっていたんですけれども。ね、あの生配信で聞けなかった。え、こういう感じですか。小部屋。こういう感じですか。<laughs> <laughs> 小部屋ってこういう感じでしたっけ。小部屋は。 本来はスタッフの紹介があってあったな前回話しましたあの当時中学生の時とかはこれで聞くしかなかったんで「これこれこれ」「いち三四に合わせてはいてたからネットラジオおまけ配信みたいなものが私はだから前回2年前も言ってると思う。 リアタイした記憶は、ほとんど、もう、うんうんうん、ないんですよ。その時点で、インターネットが使えるって、早耳だもん、多分な、結構な。そう,だね、そうですね、そうなんですけれども、小部屋に憧れてるっていうて。感じなんですよね。ね紹介から始める <laughs> <laughs> めちゃめちゃスタッフ喋るけど。いや,や、それ前提だもん。矢野さんとか、会ってみたいですもん。 ああったことります僕はないです。俺ねあれなんだよ去年かな内田優真さんのファンクラブイベントの司会して内田優真さんにまつわるクイズ自分のんかこうクイズ答えるみたいなやつとか企画としてやってたんだけどいい台本だったのよよくタレントのことを考えられた素敵な台本だなと思って全部終わってツイッター見たら「内田優真ファンクラブイベントの作家担当しました」って矢野さんが書いてて。 やばい、それはあごい。ドキッとした。あったほどあ,あ、そう。むしろヤドさんがその謎解きとかクイズの人としてテレビに出たりするから、<laughs> 確かに確かに。あれなんかドキッとしちゃうの？<laughs> いや、そうです。違うんですよ。違うの？違う。え、俺たちがしてた話。違った、全然。ヤド<然> <laughs> さんのことは本当にいつか会いたいんですけど、うん、小部屋で今良きところで今一生懸命さ。<laughs> 駐でもあのお話をもうちょっと聞いてみたいなって思ったのが新曲の作る制作のところの話でさっきの作曲の経緯というかあったりしたんですけど作詞作曲編曲とかもそうなんですけどに対して皆さんんかどれぐらいの時間がかかるのかとかそういう。 作の側の側お話を聞いいててみたいなって思って学園祭学園は、ねうん、誰かが阿部君か僕が作曲なんですけど元ネタというかまずメロディーを持っていってコード進行があって、うん、まあ事前に軽くなんか撮ったのをみんなにこうデータを送ったりとかして、うん、なんとなく合わせてみましょうって言ってバンドでスタジオで合わせながら作っていくから、うん、曲にによるなな本当に時間はそうだね阿部君はでもゆっくり手直ししながら作るよね。うん 曲ねでもそうかもしんないなんか曲を作ってる時になんかあんま同時進行はできなくて、うん、その曲の中のなんかここに挟みたいとかをんなんか作ってる時はすごい試してるそこにはまるメロが <laughs> なんかないかとかを。 へななんか僕は作詞と作曲を同時にするのでみんなに聴かせる時にはもう言いたい分量とかもあるからこれはじゃあもう2番の B メロなしでサビでいいやみたいなやつとかも,もう形も作った上で提示することが多くてうん、うん、阿部君は歌詞を書かないから、うん、そのどうとでもできる状態で。 うん、始まることが多いですね多分曲しかやらないからなんですけどだからこそ自分の中でここはすごくいいメロだとかそういうなんか思える箇所がないとメロだけで提出するってなん,かなんかちょっとこう気恥ずかしいというかそうなんだ<う>歌詞があったらこれを伝えるための曲だからっていう自分の中の納得があるんだけどメロだけでねみんなに弾かせるのね。 ーしあと歌詞が別に「ここはもう歌詞のはまり方で何でもいいよ」もあるんですよ、うん、このセクションは。俺がやりたいなこのリズム感とこういうここのメロはまあこの流れが気持ちいいからやりたいけどみたいなのはあるけど別にここはいいよとかもうすごくあるからへ<ー>結構だ作る時も基本的には今まで花歌ででししか渡してなないもんね、うんうん、あそうなんですかギターギター弾いてそのコード進行とかはもちろん作りますけど。 メロディーに関しては鼻歌で、うん、その結構揺らぎのあるというか、別にどうはめてもらってもいいっていう感覚でやってます。うんえー、なんかその時間っていうところが私もあんま分からなくて、うん、私別にこうシンガー・ソングライターではないので、こうあとあんまりこれ言うと、うん、誤解はされ たくないんですけど、うん、あんまり作詞をしたいっていう気持ちがないんです。もう別にでも人それぞれだと思いますよ。自分がやって意味があるときにやりたいなって思うタイプで、<ー>なのであのキラキラってアルバムの時にお邪魔した中に入ってるパーソナリティってい曲があるんですけど、本人作詞じゃなきゃ意味ないですもんね。それこそそういうまあ別に今後。 頑張りたいものではあるけど自分がやるから意味があるって時にやりたいなって思う時にパーソナリティとかあと他にもいくつか作詞したことがあるんですけれどもなんかよくこうな私ほんと1日で全部んかそこでまだ時間を費やしたことがなくて。でも基本別に 全、うん、直しとかはなくてパーソナリティとかはもう全部初稿、うん、何も変えてないんですけどでも時間がかからないってもちろんめっちゃ真剣にやってるんですけど<ー>えなんかなミュージックスタッフが笑ってますけどでもかけるきはかけますよ絶対<ー>なんか。いつかかけないっていう経験をするのかもしれないんですけど<ー>なんかそこがなんだろうただの ただのっていうかバカず経験のことからなのか、うん、執着していないからなのかその作詞をしたいみたいなことに<ー>っていうのもあってちょっと皆さんはどうされてるのかなって思ってでも発注で作ってんじゃなかったらゴールは自分で決めていいので僕はバンドのためにしか基本的に曲は作らないので早いというか作り始めたら大体一晩で書けるそんな感じ。 入るけどいやそっかそれこそ前「マジカワ PM8」とかもともと「5スターズ」のために作った曲だから歌詞もちょっと時間かけて書きましたけどなんだかんだね青木くん提供の作詞というか作曲も含めたけどそこそこ増えたねなんだかんだ違いとかどう間違いはあると思うんですけどそうなでも勝手にその人が思ってたらいいなを想像しながら書く。 あーだから提供だから歌う人のそうそうそうでしかもキャラソンじゃないわけじゃないです人間と番組のことが多いのでってなった時に例えばそのえなこさんに曲を書くってなった時に本当に思ってるかどうかは別としてコスプレというものにこういうふうな思いを持っていてくれたら俺は嬉しいなとかうそういうのを考えますねだってそこでライカヒューマンみたいな嫌なこと言うわけいはいかないから嫌 <laughs> な, <laughs> なことって言う <laughs> いうか嫌なことってあでもいやなんかでも これはちゃんと珍しいくらいこれ自分だなって思った瞬間にめっちゃ嫌かもっていうなんかうな言い方難しいんですけどあの曲そのか俺小部屋あれってそのみんななんていうか割と SNS とかでなんかしんどそうじゃないですか。でしんどくなっていった順にまるで自分が化け物になってしまったみたいに言うんですよ。 なんかその人とは違う別の生き物のように自流を扱ってしまう人たちが多い中で違う,違う違う違うなんか今お前そのインターネットを通じて世界のことばっかり気にしすぎお前の苦しみはあるあるっていう多分苦しんでる人が一番言われたくない言葉を言ってる曲なんですよ多分あれなんかで 立ち止まったら事実だとも思うし、どん底の時ってまるで自分がとんでもない地獄に来てるように思うかもしんないけど割と別にクラスに友達が一人もいないこととか誰にも打ち明けることができない悩みを持ってることってめちゃくちゃある話だしなとかっていうのをすげえ軽やかに言ってるだけなのでこれって多分渦中の人間突きつけられたら嫌だろうなと思いながら書きました。 小部屋でいいんんですかここなと初めやそこが多分さっきも本編本編っていうか生配信でも言ったそのんだろう本当はそう思ってるんか自分がんか特別みたいになっちゃいますそのネガティブな時も。でもなんかこうなんだろうな。からら見てた その通りそんなことないぞって思ってるのをんか代わりに言ってくれたじゃないけど特別な苦しみを剥ぎ取るっていうその何かね芸学園多分メンバーそれぞれ全員だと思うんですけど結構地に足ついてると思うんすかその分かんないけどバンドによっては多分そうなんだろうすごく情緒不安定な人がいるバンドとかもいろんなかいっぱいありそうまあそれ自体が魅力になることもあるしね表現者は。 っていうと学園祭学園それぞれが割と地に足をつけて、うん、あ,あ、それがあれ、私、私の言ったこと。あ、そうそう、そこ,こが、でも確かに。子がそれぞれあって、そこをみんな、なの、自分を守りつつ。はい、うん、はいはいはい。うんうん、でも、こう、まだキャッキャッってわけでもなく、うん、でも寄り添っているみたいな。うんうん、押し付け合わないけど、仲がいい。うん、うんうん、うん <laughs> <laughs> それですそうだからライカ・ヒューマンも基本的には自分を例に挙げながら歌ってるというか「うんうん、お前みたいなやつはこうだぞ」って言うんじゃなくて「はい、俺の苦しみもあるある」っていうのを言うことによって、うん、誰かに「そのそんなふうに卑にするなよ」って言ってるというか「<laughs> <laughs> <laughs> 俺もあるあるお前もあるある」っていう。 言われたくないって思う人がいるかもしれないけど言ってほしかったっていう人もいっぱいいると思う学園再学園がやってることも含めてなんとなくそこに共感してくれる人もいるんだろうとはういやーそれだいやなんか小部屋いい話に <laughs> いい話というか何だろう <laughs> <laughs> 真面目なねないやそうちゃんと聞いてくれなかったら答えなくていいやつだったというか聞いてくれたからうん答えたというか、うん、はい いやなんかそういうところを多分えっと客私の言い方守らなくてもいいゆりかさんすごい失礼な人もいるしゆりかさんがゆりかさんのファンを客って呼んでるみたいになっちゃうからいやなんか多分そこなんか私もなんか分かる人だけ分かればいいというかっていう思ってるところが常にあるからずっと好きなものだけだけって言ったらおかしいな好きなものを好きでい続けてるのでなんとなく。 勝手にそこはきっと似てるんだろうなって思っていてその考え方自体がラジオ的だと思うしまあそうですねそ,そもそも思考,も思考の規制のメディアだから。 な分かる人だけ分かればいいってもちろん排他的でもあるけど逆にめちゃくちゃフラットというか何に対しても干渉はしないかもそうそうこっち来るなって言ってるわけじゃないですかんご自由に楽しそうだと思ったら来ればいいし楽しくなかったら離れればいいしっていういやいいわいいのかないやこれはでもそのその意見欲しいっちゃ欲しいというかいやいいのこれで分からないのよ いやでもなんか私も例えばすごいもうみんな友達見ていただいてる方がいたらわかると思うんですけど多分すごいなんかすんごい顔が広いわけでもないしこう <laughs> みんな友達みたいなでも,でもそれって別にその人のこととか仲良くすることが嫌なわけじゃなくて単純に自分が合うなとかこう。 何かいいなって思った人といるだけで別に周りが何かどうとかじゃないんですよだからもしかしたら今見てる人からしたらあのアズナとバカ飲んでんじゃないかみたいなまあそれは事実だからしょうがないじゃないかこ <laughs> れ改めてあの七月のイベントでも聞くかもしれないけど、はい、アズナさんとはどういう風に仲いいんですか、はい、あでももともときっかけはコロナまあ前といいますかにも 共演はあったんですよ。あのイベントとかライブで一緒になったり、うね、そうというかジェネレーションがかぶってますもんね。ねイベントとかで一緒になりそうな。そうなんですよ。でもちょっとまあイベントとかができなくなったりした時期が回ったじゃないですかうん、うん、コロナで。で大きく変わったのはあの配信で多分見ていただいたユリパ。はい、うん、はい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 。あれも良かったな。あがありがとうございます。あれがなんかこうどっちかというともうアニソンシンガーというか、うん、そうこう。 この世代を応援してほしいなみたいな感じでまあシンガーを限定してこれ別にだからこういう時に言うとあれなんですけど別にアニソンシンガー以外が歌うことが悪ということでは全くなくてまあ私たちはこうしてるからっていうので集めて,こ,て,てこれは俺の言葉ですけどちょうどじゃない時代に突入していきましたもんね、はい、このコロナ禍と同時に。 作品と割と J ポップアーティストが親密になってるてそうそうなんですよ。ちょうど変革が来ちゃいましたもんね。でもそれは全くもうまあ、正直私にどうこうできることでもないし、もうでも私はこれになりたくてなっているからそれこそもう己レーゴーリングマイウェイという感じでっていうので、まあ同じ共軍、うん、って言ったらおかしいけど同じところで頑張ってるみんな集めてっていうところでそこで。

あのなんで口で教えてくれですつ。ギターバイオリンピアノと声でコーラスがあってあそでその時にああのまあ、皆さんをお呼びする前に、うん、まあちょっとバンドリハと言いますかミュージシャンだけリハをした時にそのバンドとかだとシンク回せばこう歌がこう。 アーティスト歌う人がいなくてもリハできるんですけどアコースティックだと歌う人がいないとやっぱ決めとかが違うアレンジがされているので本当リハの1週間前くらいにリハの1週間前くらいに全瀬戸リーダー23曲ぐらいフルであったんですけど自分の含めて。

まあのミュージシャンの皆様もな慣れ親しんでいるというか初めてのものなかったのでまあ基本的にあさかちゃんののッくちゃんえりこちゃんのでもそれでもう十一人5曲やったんで、うん、15曲ぐらいあって<や> 1>, 1, 1週間でって言って <laughs> <laughs> 全員の音楽ジャンルもたくせも違うわけですよ、ね、ってなってでも聞き込むじゃないですか。<laughs> ででもまあ きっかけが分かればいいからぐらいだったんで、もうふんふんふ,んふんみたいな音程だけなんとなく分かればって思ったら、あの全アーティストに音源として渡って、あれにこんなですよっていう、怖いなですよ、で、もう一人一人にあのごめん適当に歌ったわけじゃなくて、謝罪のなんか人様の楽曲だから、<laughs> ハミングで歌って <laughs> しまいましたと、ごめんごめんと言って、あの英語とかもなんかもう。 全然適当なこと、朝霞の歌とか、あもしありますもんね。適当にやったわけじゃなくて、ハミングリしたってごめんねってっていもあって、でユリパ終えて、でも一週間後くらいにアズナさんから、だか山登ろうみたいに来て、ああそうだあの人山の人だ、山の民だった。山の民だった。山の民だった。そっからゆりぱ が四月にあったんですけど四月中にもう二人で山登ってましたもう朝九時に新宿集合ねと思って高尾山あの人だからその山が好きっていうか高尾山だけに登り続けてるよね確かねでそこででもやっぱり山ってすごいんだなって思いましたもう山ってすごいんだなって思った話ですかなんかこういろんなことを話せたんですよねああなんか現場で話すのももちろんですけどなんかもっと いろんな話をしたので、そっから本当ぐっと仲良くなったっていう感じですね。うん、確かに結構なんかあの前とかに似てるらしくて、登るっていう作業うちょっと酸素薄くて、でその体力はヘリなんかで、ね、<て>ウォーキングハイみたいなそう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 あるって聞くね。いやそうなんですよ、ね。だから若干なんかもう苦楽を共にした中みたいな。やばい、やばい、業界じゃ。 やね、そそでそっからあのツアーでゲストで出てもらった回があったりとかっていうのもあってであの一緒にあの,あのなんだっけワンマンデオがいたんです今そう <laughs> とかも見に行ったりとかお互いにしたりとかしてっていうだから先月も大阪一緒にお話にも出ましたけど、うん、っていう感じなので。うん 仲いいですよそうだゆりかさんがその友達はいはいとどう過ごしてんのかなっていうのがちょっと気になってあああああああ僕らはラジオの話しちゃうじゃんついしちゃいましたので仲良く慣れてると思うんだけど思ってますどうありがとうありがとう思います僕らはおじさんだしさあの職業も違うけどそのあずなさんとかみたいな人と一緒になった時にどんな話すんのかなと思う なんだろうなあ、でも。中身がないって言ったら、中身ないかもしれないんですけど、うんうん、なんか食べるものと。お酒二人とも好きなんですけど、なんかそこのまず趣味があるんですよ。あ<ー>あ、いいですね。食と。ね、食と。 なんか別に飲,、ま、飲めない人と友達になれないとか全くなくてだから自然と盛り上がっちゃくだらないことでもみたいなのがあって <laughs> さっきの,あのアニソンシンガー以外の歌についてとかあとさ今の,その酒を飲めない人と友達になれないわけじゃないみたいなやつも、はい、全部ちゃんと言うのを偉いね <laughs> ゆりかさんだなって思う,うあ今私何々のこと取りこぼしたなって思った瞬間にちゃんと言う人が <laughs> 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 そうそう 否定してるわけじゃないんですよ <うん S 1> さっきのなんかあれになっちゃうたそうん、じゃない人を否定してるわけじゃなくてなんかそういうなんかタイミングがいろいろ一緒かなって思う何か,か何か面白いって思うこととかあ,れああいうことがあったこういうことがあったみたいなことがあと単純に若干まあそれこそ同世代のまあアニソンシンガーというか莉子ちゃん自分で曲とかを作ったりするけど。 自然と多分思ってることはちょっと似てるのかもしれないですね。んなんか、うん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 、うん、その状況というか、まあ頑張ってこう時代性がありますもんね、はいはい、めちゃくちゃね。そうですね。まずそんな真面目な話はあんまりしてない。<laughs> 楽しく本当にいるって感じです <laughs>。ゆりかさんが学園祭学園のことを友達だと思ってくれてるのであれば、できるだけあずなさんによく見えるよう。<笑><笑> <laughs> でもあれなんですよ。こう見えて私意外と、うん。 こう、姉気質なんですよおおおお,<う>お<う>姉ですもんね、<laughs> そもそもがりこちゃんの方が年齢はお姉さんなんですけど、うんうん、結構私の方があの、それこそこの間大阪に行った時もそうですけど、うん、あれ持ったあれやった <laughs> <laughs> あれ忘れてるほど忘れてる。あれ忘れてるよ。いいですよ。で、僕ら、あの、ゆりかさん、あずらさんと仲良くなりたいのはもちろんなんですけど、二人が仲いいのとか一番近い。関係性おじさんだから、俺たち。な、意外とそうですよね。よなんか、こう、え、も、き、も、き、この時間で着替え、着替えたみたいな。おやじ。薄物なの。着替えたかどうかを確認されるぐらいの状態。え、なんかも。う なんかこう、え、どうし、もう今から準備しようかなみたいに言うと、え、もう今から、あの、とりあえずつけまつけとこう。あ、いい、そういうなんか、二人のエピソードとかも、あの、聞かせてもらえると。幸いや、だ意外と、私がこう。 お姉さんしてます多分引っ張って食べ物もお酒の趣味も合うんだったらもうやっぱそれこそあれだね楽屋で話してたビストロスマップをやろうあそうだ新企画ビストロ新生活そうそう学園祭学園がゲストに料理を振る舞うやつ本日のいやそれすごい。えまだやってないですよねやってないやってないですねあの企画で呼ばれて番組でやったことはあるんだけども我々の部屋でちゃんとやったことないから

なんか暴れるんじゃ狭くないですか。誰が暴れるか知らない。やでもぜひまたあのビストロでもですしお邪魔したい全然新生活にはもうやっておりますのでこれからもよろしくお願いいたします。以上ですかね小部屋結構中身聞きたい話が聞けたので皆さんね何度でもご覧くださいということで10月29日お待ちしておりますありがとうございました。